ウラジーミル・アレクサンドロビッチ・コテルニコフは、ソビエト連邦の無線工学者、電子工学者、セオリー・オブ・オプティマム・ノイズ・イミニティの著者として知られる。クロード・シャノン以前に標本家定理を証明していた人物でもある。コテルニコフは1908年に、火山で生まれた。彼の家は、学者の家系であり、父は、数学の教授、祖父は、火山大学の学部長だった。 彼は、後のモスクワ電力工学研究所に入学し、1931年に無線工学の学士号を取得して卒業すると、大学院に進学して研究を続け、1933年の論文で標本化定理を証明した。独祖戦当時は、開戦前から安全に無線通信を行う方法を研究しており、開戦後は、右派に疎開して研究を続けた。 1944年に、モスクワに戻ると1947年に後に、自身の代表作として知られることになる論文、セオリー・オ The ブ・オプティマム・ノイズ・イミニティを書き上げ、博士号を取得した。後に彼は、MEI の無線工学の教授、学部長の地位に就いた。また、1953年に、ソ連科学アカデミーで、無線、 電子工学研究所が新設されると副所長に就任、翌年には所長に昇進した。1969年から1988年にはソ連科学アカデミーの副会長を務めていた。また、1973年から1980年にはロシアソビエト連邦社会主義共和国の最高会議の議長を務めた。2005年2月に死去した。コテルニコフは、 工学において標本仮定理を最初に証明した人物である。1933年、彼は税という題名の論文を発表した。少なくとも19世紀半ばには数学者がすでにサンプリング理論の基礎研究を進めていたとは、いえこの論文は工学において標本仮定理を証明した最初の学術文献だったが、当時はソ連内でも 彼の業績はほとんど知られていなかった。一般的にはこの定理は1928年の論文で予測したハリーナ・イキスと1949年に独自に証明したクロード・シャノンの二人の功績として知られておりコテルニコフの業績の知名度は低いが、1977年に標本家定理を数学者ホイッテーカーの名前も加えて、 WKS 定理という名称が提案が出され、1999年にエドアルトライン財団の基礎研究賞を受賞するなど、20世紀後半になってから彼の功績として評価されることになった。コテルニコフは旧ソ連では暗号理論の権威としても知られている。彼は周波数変換に表示的変化を組み合わせるという秘話の基礎となる自動暗号化理論を考案し、 独ソ戦直前の1941年6月には、この基礎理論に関する機密報告書を作成していた。彼はその年の秋に研究所ごとウファに疎開して、研究を続け、彼の考案した通信方法を用いた装置は1942年から1945年にかけて、モスクワと前線をつなぐ通信手段として利用され、終戦前後には、 他国首脳との連絡手段としても利用された。1947年には博士論文として後に自身の代表作として知られることになるセオリー・オブ・オプティマム・ノイズ・イミニティを発表した。これに書かれている N 次元空間におけるシグナルの表記法は後に信号空間ダイアグラムにおいて重要な位置を占めることになった。また当時は未発表だった。 決定理論を統計解析に使用しており、いくつかの発見は後に別の研究者の功績として広まったという。このように、この論文は当時としては非常に画期的な内容で出典論文もなく、作読の際は作読依頼を断る数学者もいるなど、審査員を確保するのが困難なほどだったという。この論文は1956年にソ連で単行本として出版され、 1959年には、米国でも翻訳出版されることになった。彼はまたソ連の宇宙開発分野にも関与していた。1947年に、ソ連が宇宙開発計画を開始すると、MEI の無線工学部では、遠隔測定法も研究されていたためにコテルニコフも、計画に加わることになった。また、彼が1954年から所長を務めた、アイアでは、 大流圏における極超短波の電波の研究も行われ、レーダーによる惑星の測定やマッピングなどに役立てられることになった。1964年、彼は宇宙分野における業績により、礼認賞を授与された。無線、電子工学研究所の u d v グーレアーエーブによると、コテルニコフは穏やかで冷静な人柄だったという。また、彼のおかげで研究所は、 和やかな雰囲気で、職員の間で喧嘩が起きることはなかったとも述べている。オープン大学のクリス・ビサルは、ロシアの電気では偉大な科学者に対する誇張表現が、含まれている、可能性もあると指摘する一方で、それを考慮しても彼は、カリスマ的指導者だったようだと推測している。ありがとうございます。